はい、決勝。さあ、いよいよね、はい、ついに三強が出ましたよ。81に予選3日間。勝ち抜いた。はい。天満の麻雀キングさんで行われた3日間の決勝が始まります。選手の皆さんはちょっと集まってるのかな。ちょっと待ってくださいね。揃ってます。揃ってますか。はい。さあ、それではね、泣いても笑っても、ハンチャン6回戦で。もう向こうから始めるらしい。じゃあ、読んでいいかな。ほら、読んでいいかな。あ、読む。はい、どうぞ。ちょっと待って、誰から読む。はい、いや、3人一緒に読む。あ、3人さん、はい。あ、なるほど。なんか、緊張のやつがあるかな。緊張のやつ。どうぞ、どうぞ。そうなんですか。どうぞ、はい、お座りください。3人。よし。しょ。はい。なんかやっぱ皆さんオーラとか雰囲気まとってますね。やっぱあれですか、その対局者なんで、このお互いに言葉交わさんみたいなのあるんですか。全然ないね。ギシギシしますね。ここからもう宅外戦術が始まってますからね。どういう感じの戦略でか一人ずつ聞いていきましょうか。戦略、はい、戦略とかないですね。もういつも通りです、ね。はい、ミスをしない。あ、なるほど。ミスをしない、それだけ。そうやね、はい、まあいつも通り、はい。僕だけお二方の麻雀ずっと見れたんで、はい、はいはい、あ、今日そうですね。すっごいっすね。ただもう8時間いかついですよ。8時間ぐらい待ってくれてますから。すごい、やってくれてますからね。あ、なるほど、ね。じゃあ分析麻雀、データ麻雀ですね。うん、まあもう癖はね、言うとけば。そうですね。そう、だからあのミスの打敗した時に、いや僕見てた放送ではああいう風に切り替えた。あ、なるほど、なるほど。言い訳の保険で。いや、今日ね、あと6回で、うん、さあ今日のチャンピオンは令和初のチャンピオンが誕生しますね。令和初、はい、うん、81分の頂点。お、はい、結構すごいですよ。81人の中から勝ち上がって頂点が。もう泣いてもらってもちょっと6回なんで頑張ってください。はい、はい、いつも通りでした。よろしくお願いします。楽しんでください。はい。ありがとうございました。そう、めちゃめちゃ楽しみですね。さあ頑張っていこう。はい、最後行こう。超楽しみ、超楽しみ。ジャイアン行こう。ジャイアンになってきてる。危ないな。よいしょよいしょ。っていうことで始まりますね。さあ、おやすみ。3回打ってインターバル挟んでラスト3回、最終戦3回と。長前さん的にはどんな感じですか。どういうこと。誰が。いや、それはちょっと分かる。ほんまにちょっと誰が勝つか全然分かる。みんな乗ってますもんね。未知数。中地を止めれるのはって感じかもしれないですね。3回目のね、今こう行ってるとこですからね。うん、そう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 。一番あの熱持ってんのは今、うん、多分最新の中島さんかな、ね。今さっきまで打っとったかな。うん、さあ、これ、バギ目めっちゃ大事かもしれないですよ。そうですよ。これね、6回で決まっちゃうんだよね。さあ、誰がトン取ったんかな。あ、もしや。中島さん、中島さんっぽいね。中島さんがはい、トントンってますね。あそこの席には座りはれへんですね、やっぱり。トントン。はい、では早速始まります。どうぞ。さあ、泣いても笑っても6回決勝戦です。さあ、これでね、チャンピオンが決まりますよ。中島さん、なんちゃがちょっとどっちも黒い。田原さん、シャーチャがナスカさん、ドラがシャーです。さあ、中島さん、愛しが良い。さあ、ローソパス。いいね。さあ、急そぎりかな。さすがに。はい、急そ。おっと、ここもいい。いきなり嘘ゲット。さあ、どうなる。ここから。さあ、そんな悪くない。ちゃんに。ありますが。コロッケとしてね。さあ、これは何起きるか、はい、座っといて。そうやな、ちょっとね、座っといては言われてんで。さあ、ここでね、臨時助っ人としてね、リンパイのナナちゃんが、はい、はい、ちょっとご挨拶を。ナナと申します。
よろしくお願いします。さあ、チューン関してサブロー急須入ったらね、サブローピン、スーピンと、さあ、どっちが先、さあ、すごいな、サラテンパイ、さあ、何起きる。さあ、サブロー急須の先制リーチが入りました。早い。さあ、中島さんも、サブロー急須。さあ、中間して。よいしょ。さあ、中島さんはね、中島さんでいいペーコーができております。ただね、リャンウーピンがね、すでに結構、田原さんに使われているので、まあ、けど残り4枚おるのか。さあ、サブロー急走。よいしょ。聞こえますよ。さあ、これは何を切りますか。一旦チーソー、オアチーピン。さあ、チーソーを切りましょう。切りましたね。おう。さあ、リーズもチュン。1、2、3。お、でか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 。1、2、3、4、5。チュン。ほっほっ。うっ、なんで。チュン。受け策。ジャパン。さあ、ファーストヒットはジャパンツモ。一枚は乗せときたかった感もあるが、ね、ハイトラは空想です。さあ、もう一二の矢を放てるか、田原さん。さあ、田原さん、ハイパイでトントン、むちゃくちゃ配信良さそうだった、ね、今なんだあれ。モリアンシャンテン、ハイパイでトントンアンコモリアンシャンテン親。さあ、ピュッと。切りましょう。さあ、ちょっとナスカさんが出遅れてるかな。さあ、なんかさっきと似たような形やな、中島さん。さあ、中島さんね、これ、チーソー埋まった。もう一気に寄せたい部分もあるけど、まあ、チーソー埋まってもね、急走ドランなんで全然ありがたいと。さあ、ちょっと難しくなりました。あ、さあ、これ今とりあえずトンの4枚使いチートイツのトン待ちですね。さあ、ここからね、どう組み立てていくか。さあ、何引くか。さあ、ウーピン引いた。さあ、いりません。さあ、何、さあ、これ待ち牌むずいな。急走とかに照準合わせてんのかな、ドラで。そっか、イスソを引いてスーピン切っていくんかな。いや、それはないから、ね、もうそのまんまチートイツでいきますかね。さあ、チーソー、チーソー、ちょっと待ち牌難しい感じするな。ね、そうこうしてるうちにね、トンが出そうですね。で、捨て牌もね、ちょっとなんかチリ模様になっていっちゃうんで。チリ模様、はい、ちょっと横横も、ああと、このチリ層はちょっとしょっぱいにか仕方ない。チリ模様、チリ模様ですね。さあ、5層。あ、5層。さあ、5層は2枚がれ。チリ模様、さあ、横模様です。縦か。さあ、どうなる。さあ、これで、スーソー置いて、トン、あ、もう、おっと、リーチ。さあ、シソ、シソリーチ。さあ、シソはもう空です。もう空ですね。さあ、ただね、この10番引き上がった親のね、自敗ちょっと怖いですね。ガガガ。これはちょっと気持ち悪いな、捨て牌が。ああ、急走もね、実はちょっと嫌な範囲ではある。さあ、このネタだも親利でね、なかなか向かってきにくいですよね。さあ、これで水槽が筋にはなりましたが、さあ、短期以外に当たらない水槽。さあ、けど、あの捨て牌だったらね、あの、裾当たる場合、関数素固定してますからね。
ただ嘘の枚数がちょうどいいんで関数と固定が全然あるってなって、そのえーっていうはいではなくなって、まあ、一応薄そうですけど当たる可能性はある範囲にはなっております。さあどうする、砂丘ワンちょいプッシュ。さあローソンも切れましたと。さあもうね、もはや何で持ってるかちょっと分からない状態なんで、さあどうするかな。さあリャンピーン、さあ白も重なる、重なりました、ね、さあ三層切るか切らない、さあちょっとねもう捨て牌がね気持ち悪すぎるんでね、もうほぼ盾なんで、そうですね、あれはってなったらね、もう何が当たるかわからんっていう方があれですね。よいしょ、さあ7ピンも積もる。さあ、サッチドイツ、これでテンパイではないな。いや、シャンテンパイ。さあ、E1 ね、ちょっと E1 怖かった可能性ありますけどね。あ、トーン4枚。さあ、トーン。さあ、もうこれはね、流局する感じですね。流局です。でございます。さあ、数層短期。はい、シンドラ3ピンです。シンドラ。シン。シン。シンではない。さあこれまた先生ちょっと打てそうな、うん、ちょっと厳しいかな。さあターチャがどんな感じかな。さあ中島さんが一番早そうかな。さあどうする、もうこれは一気に染めやすそうな感じでしたか、うん、がが3ピンとかね、早い段階で引きたいですね。引けたらもうそのまま染めに行くでしょうと。お、これドラか、違うな。さあもう、はい、あれですね、さばきに行きましたね。とりあえず長丁場なんでね、いった。さあ再びチートイツのイーシャンテンでございます、親の田原さん。さあ3、4、5ができましたが、ちょっと窮屈な感じ。さあここでね、ポンテン、はい、リャンウーピン入りました。シャア2丁のテンパイ。さあ、リャムピンちょっと薄そうに見えて、前はまだ4枚、あと3枚やな。さあ、どうなるか、高めのウーピンで満貫ですと。う、さあ、これは3層。切りましょう。で、さあ、シャアもね、ちょっと気持ちは悪いが、おお、さあ、あっさり。ピン3。はい。もう一本場かな。24の一本場で。一本ば243。はい、ドラは両ピンです。さあナスカさん親番、ここは一回上がっときたいところですね。うっ、ちょっとゴツゴツして、ちょっと実は有効杯少なそうな感じですね。さあ、どうするか。さあ、白から切り出しました。さあ、一つ、リハイを重ねていく。よいしょ。さあ、数層も重ねても、さあ、西から切って、まあまあね、チリと横のね、両天秤。っていう感じでいきましょう。さあポン入りました、親から、うん、さあ果敢に攻めて、さあこれで何が入って、さあキルスを切り、さあ換算層が埋まる。さあ一気に引き締まる。
さあ、これでチート率もイージシャン10。さあ、泣いていく。さあ、泣いて、これで、シャンテン。さあ、3ピンにヒット、リャンピンがね、ドラなんで、リャンピンにヒッツく感じ。おっと、さあ、リャンピン、欲しい欲しい欲しいと。よいしょ。おっと、さあ、ナイスキャッチ、イスピン。イスピン。よいしょ。このイスピン強いな。さすがに上がりそうな感じ。むちゃくちゃ強い、このイスピン。何これ。イスピン泣かれてますよ。泣かれてるとか泣いてるやん。あ、泣いてるね、うん、あ、ほんまやわ。そう、あ、でもチュン、1、2、3、マンガン。はい、さあ、難しい手順をものにしました。さあ、一本場でございます。じゃあ、日本とうとう虫かあいつも。さあ、ドラが、ドラが、よいしょ。さあ、花ハイ、花ハイですね。俺のナスカさん結構いい感じの5、6、7、8、9と、そうず7、7、3と。うん、これはちょっとこの先にひっついてほしくはなかった感じはするが。さあ、イピンもキャッチ。さあ、三層から切っていく。よもやのね、染めにも対応していく構えと。さあ、ハムフィード。おお、さあ、これダブルなんでね。もう4丁。さあ、もう一気にね、染めに行きましょう。シャー、イピン、ローピン、泣いて関数ピンみたいな感じですかね。さあ、ここに出しました。さあ、ここで両ピンをゲッチュ。これ何切るの？もうね、感知層がね、もう逃がれなんで、まあ、あんまりね、負荷を寄せる必要もないかなと。ちょっとね、実は馬強的には、そう、けど、ピンズにね、ちょっと優劣がね、あんまり外したら、泣かれるかもしれないんで。さあ、嘘もいりません。さあ、パーソーいらない。まあ、999のね、3色同国も、おいおい、うん、おっと、さあ、これとりあえず白で、これはシャンテンですね。さあ、スーチーピン、ローピン、シャー、リャンピンと。さあ、リャンピン入ったらね、6ピン切りで1通含みのピンフ、メンホンのリーチが打てますよ。さあ、ここで、テンパイ、さあ、リャン、ウーピン。さあ、これはどうなる？よいしょ。さあ、3層。ちょっと厳しそうな感じ。さあ、イーピンは泣かず、さすがに泣かず。さあ、ここで撤廃。さあ、関連ピンの撤廃です。一気通貫と。一通、イペコ。縦本一通、イペコ。さあ、これをね、いつプレスかけるかですね、リーチで。まあ、普通7ピン引いたぐらいで、リーチでいいかな。ただね、このリャンピンもちょっと強いな。普通、ノーマルリャンピンなんでね、ウピン引いたら、ウピン切って、数字ピンするのかな。さあ、リャンピン積もりそうな感じは、さあ、ここで、さあ、ここでイピン切りで数値ピンか、それとも、そのまんま、アンリャンピン行くか。さあ、選択の時です。さあ、イピン切りでね、数値ピンのテンパイを取りました。さあ、この数値ピンってなったら、ちょっと強そうな、1、2、3、4、5、6、けど、残り2枚。さあ、このね、カーンを受けて、親がそのままリーチ来るか、こそ、さあ、丁寧に。シンドラ9万です。そう。1、2、3、4、5、6。ハネマンかな、トン6。おです、お疲れ様でした。これやな、先生リーチしとっても、ピンズ引いてないから一緒の結果やな。さあ、難入でございます。難入です。
ドラスーさー。シンドラ。あ、またシンドラ言った。新しいってこと。次のハンジャン行くたんびにってこと。さあ、中島さん、ちょっと、今回皆さんちょっと、あんまりなんか、いや、あんまりその、秀でた人ら、ここが一番高くなりそうな感じはするが、ただね、その分受けがね、狭そうな。さあ、磯から行きましたね。ここが一番早いかな。もうインシャンテンか。まあ、シャーチャーではない、インデーシャーも、リーチ一丁になるんかな。いいボタンになりますよ。それも、あの岩にはさすが間に合わないと。よいしょ。さあ、リーチ。さあ、さあ、リーチ。さあ、リーチ超、さあ、積もって。赤ウピン積もって、リーズムにちょっと。さあ、ヒッチメンズできましたと。はい。はい。さあ、このチューンは、鳴かず。おっと、さあこれでね、さっきチューン置いてるんで一瞬、これでここで泣いてポンテン入れますね。はい、さあ一巡このチューン合わせなかったことによりウパーピンのテンパイが入りました。リャンウーピン対ウパーピンかな。さあどうなるか、難しいよなあれ。さあチーピン、さあこれはキューピン大きいってチーピンとリャンソーに受けにくは打点がない分ね、どうしようかなっていう感じなんですかね。プッシュプッシュプッシュ。実はね、みんな打点ないんですよ。皆さん真っ黒ですね。ジャイアンだけな。カンニャンピン入りましたね。さあニャンピンゲッツ、つもキューピンチュン一丁。ドラが何です。さあ Q1 トイツ、おっとこれはちょっと、あうん、1,2,3,4,5,6,7ちょっとダメですよな。うさあ何を引いていくか。さあどんどんカンジャンができていく。さあナスカさん、ちょっと難しいところ、よいしょ。さあ3層、さあもうこれ青かペイ切るかな。うそうですね、もう9番置いてる時点でね、受けを広くいきましょう。染める必要はありませんと。そうですね、これこうしましょうか。さあここはどうなりますか。さあ何を引いたか。うん、さあ一旦3層かな。さあ Q1Q1 と、うん、そういうところ深くまあ気持ちとね、まあいろいろ候補あるんでね、ちょっとまあゆっくりめにいきましょうって感じですね。さあ皆さん徐々に手が整っていく。さあペーナイテカンリャンピンのテンパイも入れれますと。さあ徐々に、さあ3層とか、さあ旧ワントイトトシのね代わりに3層がまた2枚になると。さあこれは何切りますか。何切りますかね。リャンピン、イーピンか、パソ9層か。3ピン引いた時のためにね、イーピンから切りましょうと。よいしょ、さあこれで転廃。さあリーチでございます。センチャーソーです。さあここで選択でね、イーピンね、とりあえず現物なんで切りましょう。ペイが深いよな。あ、1枚孵化してんのか。さあチースを引き入れて、カンリャンピンロー、バソペローソ。さあこれカンリャンピン欲しいところ。
さあ、リピン。これね、イリチですね、じゃあ、親の中島さん。さあ、撤廃。はい、はい、サブローキューピンヤン。さあ、大事に行きました。ドラはリャンピンです。さあ、ラス前どうなるか。まあまあ、全体的にまとまってますね。うん、7球落とすかな、落とすか。おっと。さあ、カンチーソーいきなり埋まる。さあ、チュンからいきます。G からいく。さあ、ペイをキャッチ。さあ、これね、ピュッて埋まったらね、もうテンパイなんでね。うん、ただ、ペン3ピンが、っていう感じですね。はい、さあ、これでね、フリカ終わりと。いつしっかり好きですね、田原さん。いつも種残してるしね。お、すごい。この3ピンゲットは強い。すごい。これは強いですね。これは強い。さあ、ウーパーピン、そこでもない。さあ、パケットパワーアップして、ケツからない。じゃあさあ。さあ、どんどんパワーアップしていく、周りも。ウーパーピンにね、くっつかないと。ウーパーピン6枚ぐらいおる。まだまだおるか。山盛りおるわ。山盛り。さあ、出ない形にはなった。なりましたね。ただもう、地層中抜きしてるんでね、もう、親には1枚もいかんっぽいですね。さあ、積もう、はい、高め。リーズも、1、2、3、4。ハネマンから、ハネ1。ハネ1です。さあ、9000点。さあ、これね、初戦トップは熱いっすよ。さあ、ここでね、ハネマンもう一度引き上がれば、一半チャン目は取れますと。ドラはウーピンです。ドンコーン。さあ、どうなるか。お八がなさそうかな。八欲しいな。七も欲しいな。ちょっと厳しそう。だが。うん。ダブドラゲット。さあ、チートイツを見るか。とりあえず2球なんでいいでしょう。自信ですね。よいしょ。さあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ。あまり嬉しくはないつもり。さあ、何切るか。難しいな。パピン。難しいですね、これね。パピンか、白か。ローピン。もうチリ行きましたね。そうですね。ロペにロペひつく、うん、難しいな。うう、これはいい。さあ、こっからね、一気にけどさばき難しくなるな。こうなったらもう何も白も重ねたいな。うん、おっと、さあ3ピンアンコ、これでいいじゃんで。さあ、このロペをさっきさばくか。そうですね、3ピンアンコ筋なんでさっきさばいときましょう。これで両面に振りかわると将来的に。さあ、これはね、もりゃ、E ピンも切っちゃいましたね。さあ、これで、スーピン切るか、青切るか、トン切るか。そうですね、ムーピンがね、ドラなだけにね。さあ、これでテンパイ。はい、さあ、ブルーパーソ。ブルーパーソ。さあ、中島さんが1枚ブルーをゲットしている。さあ、これ、ちょっとね、けど、押したいよな。はい。ちょっと怖かったっすけどね、ローピン先切って、宣言牌がリャンピンもペン3ピンもね、全然あるんで。うえぇ、サグズモー、リソグズモ1。お、すごいな、サグズモ。サグズモ1、満足。はい。
一本歯で7000円です。さあ、6は7。はい。日本馬ですね。ドラは花ハイです。ドラは花ハイ。さあこれ初戦大トップになる可能性全然ありますよ。味はね。うん。ナスカさんも手めっちゃ良さそうな整ってる今回。うん、そうですね。よいしょ。さあちょっとね、あんまり望まれない感じはそう生まれですが、うん、音量素頑張る。さあもうローソーキットネスジーピン引いて、さあこれは噂のシャーマチ炸裂やな。いやマジでそうね、もうこれはほぼほぼそうですね。一応ね、ウーパーソーね。あ、けどこれ言ってましたね、ウーパーソーの赤引きあるときは打点下がるんで、ウーパーソーそれ言ってましたね。いや、それでもあれスーピンが重なる。スーピン、なんだこれ、シャー先引きそうやし。あ、これね、スーチーピンとカンリアンピンの受けを残して、これシャー短期しに行きましたね。さあ、どうするどうする。さあ、てばいい。さあ、しっかりね、この関連品の受けを残した成果あり。さあ、この西は。さあ、てばいい。てばしましたね。連品9層。あ、連品9品。ギャー怖い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 。しゃあない。いや、けど、まあ、ションパイか。まあまあ。まあ、ちょっと腹くくっていく恐れもある。もう切るもんないしっていうので、うん、もうローピン触ったら、まあ、ローピン触ったらもう終わり。あ、ちゃう、あ、そうか、ローピンしか触られへんか。触るとしたらそうですね。お、3ピン。さあ、あがきましたね。か、赤と。さあ、シャアは2枚生きております。2ピン、おっと、さあ、ゲット。これはさあ、これはどうしますかね。一応テンパイなんですよね、シャー切りで。はい。ただ、ションパイ。さすがに出ちゃう。さすがに。ただ、リッチ一丁。二丁、はい、あ、リッチ二丁か。リッチ二丁ですね。4000、4000これ。6000。6は8。はい。6000でございました。さあ、これで、ハンちゃん1回目が終了しました。終了しました。さあ、火を吹きましたね、西短期。さあ今計算中でございます。さあ2回戦に突入いたしましょう。はい。さあこの勢いで田原さんが再びちいちゃでございます。さあドラガトン、さあトンをね、親が何枚持っているのか。うん、0枚けど廃止はすごい。1233と、さあ一気に勝負を決めに行く感じの今1打目パースをしてる。さあ中島さんもネットパスされたまんま。じゃあさあ、親の田原さん捨て牌で圧をかけていく。おーと、さあ3便ゲット。さあ、いい層からかな。そうですね。はい。これ染めてる親が一番早い説出てきたな。あれ、まあ、とりあえず、おーと、さ、鉄の石。二枚があるの、基本なんかいらねえよと。アスカさんもちょっとさばき難しいってなってんな。さあ、パーピンもゲット。
カズさん、ピンを持つ。おっとさ、ゲット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 。ね、結構。さあ、このね、リアンさん、ちょっと助かる。うん、さあ、パーソナルです。これで数値。これ、あれやな。数値、そう、リアンソーロッキュー。結構テンパイチャンスあるな。持ってる範囲もできた。ほぼテンパイ。チーピンパーピン入って、まあ、ネガワクバス、チソ入るんが一番かな、さすがに。で、ローキューピン待ちが一番いいかな。イーソーとか引いたら、もうチビパピン切るんかな。全然あれ。さあ、これちょっと待ってください。ショーシャリンテンパりましたよ。テンパりましたね。さあ、一枚がレブルー。厳しい闇入ってる。さあ、そのイーソー引いたとき。さあ、チビパピン行くか。そうですね。きますね、チビパピン行きましょう。はい、ほんで、酸素引いてイスチソー。イスチソー引いて、カンサンソと。さあ、ブルーが。あー、リーチギだ。横向いてる。いや、これ、めっちゃ怖いな。さあ、このパーピンを止められましたね、切るの。でも、もうこの手、配信だったら、プッシュ。大シャリ、二シャンテンなんでね。はい。さあ、どうなる。さあ、ブルーが。ブルーが、さあ、テンパラズ。さあ、789と。ただね、この789はね、この頭、リアン袖のジャンプはちょっと望めないんでね。よいしょ。あ、そう。さあ、うわ、なかなか最後の1枚が入らない。よしよし。さあ、ちょっと嫌なトーンを引いてきましたが。が。さあ、どうする。まあ、大車輪、いいシャンテンもあるし、ただトントン打ったらさっきトップな分ね。だいぶ厳しい。プッシュしますね。まあね、プッシュいたしましょう。うぅ、ぬる。ブルーがまだいる。もうね、トンもプッシュしたら、さすがに中島さん、なんも止まらんすね。もうトン、ドラですからね。さあ、もう嫌な手してるはず。でも、プッシュ。はい。はい。ローピン。さあ、プシュプシュ、さあ、よいしょ、おお、さあ、大車輪テンパイ、大車輪テンパイです。さあ、現物、あ、これ、とりあえずパース、どっちもから、一旦からすか、一旦からす。パーソー2枚3、あ、違う違う、9層、あ、9層だけ1枚あるのか、はい、今のとこ1枚いますね。一旦パーソー切りで9層短期にするが、これ大車輪あと3層、3層引きぐらいしか無理やからな。酸素も統一だしな。これ、この急走で刺さったらもう灼熱。わお。さあ、これで。あ、でも。さあ、嘘が高めの。すごい。何マジこれ。まだ。ああ、まあ、急走 ね、確定で取りましょう。はい、うわ、これ急走でしょ。急走掴んだら。わあ、ああ、まあでも出ないですね。いいな。一旦出ないですね。はい。さあ、さあ、このローソー出たら危ない。この急走は。先に、うん、先にっていうので、お、もうね、一旦。さあ、こうなったら、青がね。はい。青深いな、ほんで。あ、ちょっと計算ない。うぅ、びっくりした。びっくりした。さあ、指も切る。青が、はい。ねえ。ほんまに。あ、なんだろ、クソ、マジだ、うぅ。さすがやな。もう、カンカベやけどな、パーソー、急走。しかも、短期しか当たらん。おー、しっかり。てか、はい、青あ、チャンスかもう、けど、さすがに、あ、チャンス。そうですね、さすがに。1、勝者輪、1、2、3、1、勝者1、3。あー、これ乗ったら、うー、危ない。危ない。さあ、トリプルチャンスでしたが。あれね、けど急走、一枚いましたね。急走ずっと止めてた、マスカさん。すげえな、あれ。あの酸素引いた時、ちょっとなんかスケベ心みたいなの出て、こんなも当たるかいで、ぴゃって手拍子で切らんかったっすね。
さあ今のはね、親もねリーチかけた後のあの中島さんの鬼押しめっちゃ嫌やったでしょうね。ねえ、もう何枚いったか全プッシュしてきた。全プッシュでしたね。なんがあんこなりましたね。さあなんちゃらなんがあんこでちょっと動きやすくはなるかなと。さあ青は。おっ、さあこれはいい。いいですね。これで数値層引きでね、数値層五郎五郎層引いて。違うの、スジソちゃんのあれまだやねん。ペンチーピンがいりますと。おっ、いいね、いいね。さあ、西切るか、キューピン切るか、どっちでも良さそうな。一応ね、チーピンの受け入れも置いときましょうと。さあ、難しくなりました。さあ、3ピン、スーピンと切っていって、ね、ウピンあんこなんで、危険度の高いスーピンから切っていきましょうと。3ピンはよくは松にもねしたいんでね、さあいりません。さあこの Q1 は松のびりいたしましょう。なかなかテンパらない。そうそうテンパりそうな。あちゃあちゃ、し1本足らず。さあ3サドラですがいりません。さあやってばいい。さあこれは青で怒りの、そうですね、はい、やり返しやり返しリーチですね。Q1 ね、あん、あ、いいわ。 Q1 今出た1枚出たとこですけどね。怒りの青ですね。さあ、青返し、炸裂。はい。リーチリー。ああ、数ピンだけは絶対。リーチリー。ジャパン。はい、ドパンです。青返し。もらっております。メモの馬強的にはね、Q1 統一落としの可能性若干あったから、ね、あの、青切りの Q1 探検でもよかったですからね。意地を通しました。ドラはチューンです。いい嘘。さあここもまあまあな打撃戦になってますね。うん、さあ難しい。言わんといつ落とししちゃう。さあもうまっすぐ行きましたね。ですね。親につき天敗優先で行きましょう。さあ一気にも寄せていく感じかな。おっと、さあ何切りますか。さすがに西。さあこれでね、ひっつきテンパ EP なんか引いたらすごいいい街になる。リャンファーソーサブローソーな。もちろんね、ウーピンとかでもいいよと。さあ EP なんか引いちゃったら酸素。さあとりあえず EP 酸素のつもり3個のテンパ、はい、さあどうする。一旦6ピン切ってさあもう行きましょう。リーチ、ね、さあつもり3個リーチが炸裂しました。さあおそうですね、親のね捨て牌がねなんか変なんでね、ピンズいらないかなっていう感じで、うん、いけましたね。よいしょ。さあチューンはこのチューンは叩きます。あ、トッパーいきましたね、はい、さあ一個ずつ押しましょう。さすがにねチューン放たれたら押しましょう。さあ親がねもう完全に受け気味ですね、さすがに。さあ3ピン下げて7ピンで今テンパってますよ。このピン、ここでブラブラしてますね。まあまあまあ、おお、簡単に。すんも、マンガン。はい。さあ、あ、ちょっと笑って、ちょっと安堵の表情。さあ、トンラスですかね、はい、これを。トンナスです。
ドラは9万です。さあ、ナスカさんはいい感じのトイツトイツ、やっぱはいトイツトイツと。ただ青がもちもちですね。そうですね。いやもうこれもちもちはちょっときつそうやな。さあ皆さん、ドラじゃないよ、皆さん G をそれぞれゲット。さあこれ G トイツ来ましたね、ナスカさん。ありがとう、言いません。さあチートイズイシャンテンでございます。さあこれね E1、 あ E1 もいらんか。さあちょっと難しいパー9、さあどっちのパー9さばきますかと。ん9か。さあこれでね一つメンツが出来上がりました。さあこの青がねないんでね、難しいところ。ドラが重なりましたね。さあ、どうしますか。1-1と。そうですね。さあ、どうなるどうなる。そろそろテンパりそうな感じも。さあ、今ね、2枚枯れなんで。さあ、これでリャンピンリャンピンと。よいしょ。さあ、これでそうそうかな。はい。さあ、どうなりますか。よいしょ。さあ、リャンピンはもう、そうですね、浮かせてもあんまり意味なさそうなんで、切りましょう。さあ、リャンピン泣きましたね。リャンピンの仕掛け入りましたね。さあ、トイトイ仕掛け。さあ、ローピンを抜かれましたが、はい。さあ、一瞬で上がり返しました。マンガン。マンガンです。あれ、ハネマン？おや、今10人渡さんだと。ハネマンか。よし。さあ、乱入いたしました。ドラはまたまた9万です。さあ、いや、これ大事な曲。ここ2連勝したらね、相手にだいぶ状況押し付けれるんで。おっと。さあ、ナスカさんも。形綺麗。ちいちゃ気づくないです。もしかしたら、もう一回飛ばしてるかも。さあ、ナスカさんは、関数層入ったら6級層、関路層入っても6級層と。ね、できたら、数層あたり引きたいなと。おっと、さあ、これは何を切る ?3 層を切るか、それともファー層か、3層を切りましょう。わーお、このサンサちゃん無理やなけど。さあ、ポーンが入りました。さあ、これは数連行も高めで見ておりますか。あれですね、数連行の作り方は E ペーコーからないといかなあかんすからね。さあ、これで数連行の夢立たれましたね。タンヤをトイトイな、マックス3連行。さあ、田原さん、親の田原さん、この小さいお金実はもうないと。さあ、これはもう、おっと、さあ、数連行狙ってますね。小さい。さあ、親にね、この情報を与えることによって、さらにね、出てきにくくなりますね。もう親ね、ペペ小さい、これ外しますからね。さあ、これでもパソ級そうか、EP、あ、チートイツもあるか。小さい切りも全然あり。メンツでは厳しそうやけどな。おすごいな。すごいすごい。すごいな。さあ、関ウーピンのテンパイ出しました。ただ、ウーピンがないんかな。さあ、これ、今もうね、はい、切れちゃいました。さあ、これさ、ラリー泣いていく。白、4ピン、6ピン待ち。さあ、今ね、親の田原さんはね、テンパってますが、ペンペンチーソー3枚枯れで、もう残りはありません。これはね、8、9とかね、上も引くしかないでしょうね。さあ、ここへ来て、ションパイの白を。さあ、一旦パースをほぐすかな。そうですね。上6、9層引いてもね、全然
勝負行く価値のある手ではありますけどね、親で。さあこれね、一回対応させられたらね、結構ね、あの親の田原さんを押してたんですけどね、最後の両ピンまで流れたらさすがにちょっと、ね、うーんっていう感じですね。さあもうけどこれね、よもやの嘘引きでサブロッソがね残ってるんで、さあでこれちょっとずつね、一応テンパイ、さあ2分1選択なんかしゃあ、まあ勝利ね、これなんで当たってもっていう感じもちょっとするんですけどね。さあパワーアップして言わん、うん、さあこのなん嫌な感じやな。さあこれで今回復活、はい、さあこれね、スーソー切りにはねしませんでしたね。スーソー切ってなんの合わせ打ちを狙うっていうのはしなかったですね。さあ何引きますかと、さあここでしまあまあ金金勝敗ではありませんですよね。スーパーウルトラワンチャンスの外側、さあどうなる。4ピンローピンが1、2、3、4、4ピンローピンは一旦からですね。さあここでイスチーソーゴロになりますが不利点ですと。さあこれ実はけど白あと2枚残ってるねんな、そろそろの可能性。おっと、うん、ああじゃあスチーソーゴロ、そう、はい、もういっぺんこうねできてるんで出上がり効かなくなるよりもと、うん、うん、なんやねんと思ってる白この距離であと2枚残ってるのびっくりした、ね、あーうない、あーマンガンイーペーコー4丁、さあラス前でございますと、さあナスカさんここで一上がりしたいところ、さあドラがトントンです。ん、おやハイパイ良さげ、トン重なったのじゃ熱い、マンズからねさばいていきましょうと。さあ田原さんもう結構整っているか、なんかちょっとなみんなタテタテしてんな。うん、さあ、リャンカンできました。あんまりね、嬉しくないピンのリャンカンですが。さあ、これは。岡島さんを持ちといつ、いいシャンテ、いいシャンテ言い過ぎか。さあ、なんか引きたいとか。まあね、全然ウピンとか引いてもね、岩で対応できるんでね、そんなの形はね、結構手広くもとても大丈夫かなと。さあロビニロビニでさあここ難しい、さあね一応まあ広く受けましょう、はい、そのチートイツに固定するにはまだ早いですね。さあ何引きますか。サイピンは生地、これんな 何がどうなってんの、なんか確認してるっすね、多分。そうですね。何か。ん？さあ、これはどうなっていますか？あ、多分、矢子さんから説明が入るかなと。カチャカチャになってる。ん？あ、トンバか何バカかな。ああ。多分今何番か開けるか、ちょっと開けて同時ありやな、同時 OK、 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 同時あり、何だろう、同時ありあり、
同順を OK みんなで決めたんですよね。最終統一もみんな立て立てしてたが、さあ、ナスカさんもちょっと意外に範囲の伸びが、おっとさあ、なんかちょっとすごいの出てんだけどな。チャンスが、あと1枚ですね。一旦、さあ、これはどうする、まあ一旦飛んで良さそうと、さあ、どんどん絞っていく。さあ、このチューンはリーチさあ、ションパイですが、チューンでリーチいたしました。漫画にチューン3山かな、これ。そうですね、3山ですね。さあ、このリーチでね、このいきなりトン切りにくかったですね。ああ、トンいけた。これはありがたい。トン切りますね。いいでしょ、このチューンもいっぱいあるわ。よいしょ、さあ、トントントン、トン繋がってる。さあ、すっぴん、ちょっと難しい手になってくるね。さあ、チーピン、チーピン切りましたね。さあ、どうなる。チューン深い、チューンが深いですね。あーさあ、これけどションパイなんでね。さあ、ウーピンプッシュ。そうですね、もうスピンの数見て、ウーピンは、はい、リャンウーピンはなさそうと。さあ、チートイツで、さあ、チューンで待ちたい。GP もね、通してくれてるんだよね、親が。さあ、嘘と切られて、これはちょっとしょっぱいなあ。あの嘘1個は欲しかったな。さあ、GP 再びカット。いつも。チューン積もりましたね。リズムチューン1、リズム1ペコチュー。うちといつよ。リースもちといつ。あ、花見ました。おぉ、さあ、ま、羽根1なのかな。はい。オーラスですね。さあ、オーラス。さあ、これね、もし中島さんね、田原さんから直取りできたら、続行しても良さそうな点差ではある。さあ、その辺がね、どうなっていくかですね。ドラが数層です。中島さんもすごいいい。ピュッてね、ピュッて、ウーピンとかね。しかも、スーソードラやからな。これ、イースーソー引きたいな。引きたいですね。一旦引いて、ほんで、リャンピン切って、カウンピンに受けて、そのまんま行きたいな。さあ、いろいろ何かね、確認しております。よいしょ、おっと、さあさあ、どうする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 、一旦リャンピン切るか。さあ、これちょっと難しい、上がりトップなんでね、無理してトップこぼす、いきますね。さあ、スーソーもね、だせやね、スーソードラやからな、もうウーピン引きでも全然だけ割りやからな。さあ、ソーズ引きたい。青を仕掛けます。さあ、この仕掛けでどうなる。さあ、この仕掛けであれやな、マチーピンさん、うえー、いきましょう。もうさあ、スーピンもポン、うわすごいすごいすごい、みんなすごい。
あれ、あとさ、これでウーパーピンの天敗。はい。さあ、ウーピンがちょっと薄い。ただ、ただパーピンが。うー、3ピンばっかり。これは。パーピン全員なんですね。あ、3やもん。さあ、何引きますか。あじゃあ、なかなか最後の1個引かれて。おさあ、これは高め。はい。一緒かな。まあ、当たった。一緒やねん。一緒やですね。あ、じゃあ、これ同点取っちゃおうかな。おっさん、あ、違うな。2000まくりか。フリーテン。フリーテンか。はい、フリーテンパーピンでございます。さあ、ナスカさんは1ターン。さあ、2連勝でございます。さあ、これはいつもあれかな、コメントくれてる人かな、最強戦から帰ってきましたって。ん？ってことは、あれか、最強戦出てくれてた人。出てくれてた人じゃないですかね、これは。いや、じゃあこれ SD はやか、最強戦また今度や。他のなんか最強戦の人かな。ありがとうございます。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。さあ、トンさん違う。3回目のハンちゃん。さあ、なかなかね、一進一退というか。ドラは初です。さあ、ナスカさんもね、ここでちょっとワントップ欲しいところ。う、うん、花が3枚。1、2、3。9番だけ。9番だけ。まあまあ、けど、この9番ゲットできたら熱いな。うん、うん、いいね、みんな千ちゃんパー引いていくね、すこすこと。うん、さあ今のところ関連杯ばっかりでございますと。はい。さあ徐々に皆さんツモがよれてきましたと。うん、まあまあまあ悪くない。さあ、中島さん、ちょっと捌きの難しい手にはなってるね。よいしょ。さあ、ペースはいりません。さあ、ペは泣かずと、さあ、酸素吸うそうと。さあ、トントントンと。トントントンで。ん？うそ、これ。さあ、もう青はいりません。さあ、これで関連ピン入っちゃったりしたら、ウーパーソーチーソの、スペシャルリーチがね、出ますよ、と。俺どうすんのよな、パース、あ、パースを引いたら関連ピン行くんかな。よいしょ。さあ、もうこれで関連ピン行きますかね。リチ。はい、関連ピン。さあ、このね、おやりは嫌ですよと。さあ、関連ピンけど残り2枚おりますね。すね、さあ、中島さん、ちょっと嫌な感じだ。ここはね、さっきしっかり浮かしたペイを。そく赤い赤い赤い、さっき来いって感じだな。さっきですね、あれ。ただ、いまだに両ピンは2枚残っております。全然積もりそう。さあ、シャンテンでございます。さあ、これもう歯くじばってくるんかな。あ、このイソ通ったらね、イソリャンソーって切りそうですね。わざわざ。これでそうですね。イソリアンソーって切って、ね、はい、ローピンに引っ付けて、か、ローピン切りのリーチも全然あり。現物やしな。さあ、どうする、さあ、いった。さあ、選択の時、はい。さあ、いいピンのシャンポーやったつもってたが。あ、リャンピンが。リャンピンカット。ありましたね。ね、酸素が。酸素もあと1枚しかないじゃん。1枚おるかな。1、2、3、そうですね、1枚、1対1です。さあ、リャンピンも1枚。
おっとさあバッキューン、バッキューン、バッキューン天杯。さあ青はね親弦ですからね。さあ一旦闇しましょうか、バッキューンで。さあでもなんか積もりそうな気もするけどな。さあこのスーソはちょっとこんにちはって感じやな。そうですね、一旦パピンから切りましょうか。こんなの、うう、怖い怖い。さあ1対1、うわ7層シャンポンめちゃ積もる。さあスピン、なおとさあここでまた数層になる。まあウピンかな、うん、だろう、数層吹いてんやからな、数層切りにくいが、ウピウピも降りてん。そうですね、もうパピン切っていったんで、もう数層の周りね、もう一回酸素引くしかないです。さあこれで数層短期、振り転換数層短期、酸素やー、うきゃー、1,2,3,4,5,6。さあ1個乗ったらちょっとしょっぱいが、上裏におる、羽根なんです。まあね、裏乗らんかったのは不幸中の幸いかな。さあ1対1の勝負ちょっと負けちゃいましたが、ドラが嘘です。さすがに最強戦出てへんわって気がしてお、おっと、いやこれ結構みんなぶつかる感じする。また立てやな。あ、ほんまですね。さあ中島さんが親で先生を仕掛けていく。さあこのトンをポンして、さあパソ、パソゴピン。さあトントンチュントイトイ1、あー10番の方、トッパンです。トントンチュントイトイ1,2,3。これは痛い。これさっき、さっきね、もうなさっき切ろうっていう感じですね。まさかあれでね、あ笑ってる。笑ってますね、にやりって顔してる。一本がドラはチーそうそうな、2連勝した人からな、親十番出上がりは熱いよな。さあ白白白と青か、あれ青もあります。うトンもドイツ、すごい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 。さあどうするか。さあ赤瀬乗って、さあパーソーはいらんと。さあこれけどちょっとあれやな、なんか大きい手に仕上げるにはちょっと時間かかるな。え、何か泣いてって、ポーを泣いてってにするんか。さあ、これどうする、これ。どうしますか。さあ、もういらないでしたね。よもやのね、スーピン引きの時だけでいいか、うん。さあ、ここで、この感じになってるっすけど、あの、このナスカさんの捨て牌が、中島さんからしたら、参ると思うんですよ。薬杯3つあんのに。あの捨て牌をマジで参ると思う。さあね、そこしてうちにね、これみんなね、しっかり絞ってますからね。さあ、天杯はせず。よいしょ。さあ、もやもやした展開である。さあ、しっかりカット。さあ、なかなか何も入らない。一個投げたらね、なんかパッパっていけそうな感じがするんですけどね、皆さんしっかり絞っているんで。はっと。さあ、なかなか思うようにいかない。いかない。さあ、ここでペイが統一になりました。さあ、そろそろトンか、それともパーソルヤンソー。ヤンソー行きましょう。よいしょ。さあ、何もいらん。おぉ、自力白あんこ。さあこれはね、もう逆に皆さんトンタを離さないと危ないですよと。結局さあギリギリの線、さあこれでどうなるか。さあこれスーピン取りましょう。はい。
さあどうなる。まあパソ9層はね現物なんでね。ただそうですね、7ピン7ピンで切られて、うん、でもパピン9ピンでいくし、ね、ちょっと気持ちは悪かったとは思いますけどね。さあイースピン、さあ大三元は見ない、見ない、さすがに見ない。パピン9ピン、さあイースピンとまで、イースピンめちゃめちゃおらん、これ2枚しか出てなくない、場に。あ、決まりました。この距離のこの順目でね、なんじゃそりゃ。はい、漫画の1本が7000点です。すごいイースピン。田原さんもそやな、あのタイミングで切らんとな、論破に全然なりうるからな。シンドラはハックです。急にくちゃくちゃあ、けどそんなことないか、そんなことないんじゃないですか。青抜けたらだいぶ楽、これ、はい、うん、どうにもならなさそうな感じ。おほほ、貫通あ、これね、みんなで知ろうね、いつ切るかのゲームになりそうやな。お、あれ、ね、あ、そう、あんこ、あんこ、白がね、重なってくれて一番なんかやりやすいとは思うんですけどね。トマンコでもね、もちろんいいですし。さあ、3層カット。ただね、チーソーフルカット気味なんやな。そう、これで3ピン缶するかな、まだかな。白切りでも良さそう。おっと、さあ、缶でも良さそう。スーチーソー、3層トン。うん。何もない。さあ、白がね、ドラなんでね。これ、ほんまいつ切ろうか悩んでるやろな。さあ、イビアンコー。さあ、親はね、トーン引いても、白引いてもね、かなり有効活用できるので絞っておりますと。さあ、これね、さっき、はこれトーン泣かしての白は、3層はちょっと危なし。さあ、3層でね、テンパってる。さあ、ここでテンパイ。一旦テンパイですね。はい。パー層、おわ、9層、9層、9層ってなってるんでね、一旦9層切りか。いや、パー層ですね、もう。さあ、ここでテンパらず。さあ、これはちょっと危ないが。まあね、椅子層とか酸素回り引いたらね、E1、はい、E1 で回っていけ。さあ、椅子地層のリーチが入りました。はい、さあ、これは厳しい。ただ、意外に、意外にか。あ、まあ、椅子地層だけ。よいしょ。西。よいしょ。さあ、イーシャンテンになりました。さあ、白。わちゃー。そうですね、E1、E1 で。はい、酸素について、酸素下げられるんだけはご勘弁いただきたい。ごぴーん。さあ、どうするの、ごぴーんなさいは。切っちゃいますか。親来てなかったら切ってた可能性は往々にしてありますけどね。親来たらもういきなり、あれだったら絶対跳ねますからね。白1、2、3、4、5なんで、さあ、撤収、撤収。はい。さあ。青が重なる。とりあえず酸素。うん、もう酸素、さあパーフェクトに切り抜けました。そう、さあイースーチーソー、さすがに強し、リーズム、うんうん、マイチ、マイチ、えっちゃうな、ハネイチかな、95、1万点、6000点、日本も今の。さあ、トンラス。はい。はい、ドラは両層です。うん。お。
さあ、満点です。さあ、これね、マスカさんも泣きました。イスピン南急湾のシャンテン、よいしょ。さあ、親もね、もうテンパりそうですね。老朽層引いて、スチ層引いたらスチ層か、スチ層が一番いいかな、定的に。よいしょと、あ、チュン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 と。よいしょ。さあ、なかなかね、横は引きません。あ、違った。さて、よいしょ。うん、これは、まあ、いらんか。惜しい。うん、さあ、これで一気に上がれる感じに引き締まった。さあ、ここです。さあ、このままリーチいくか。リーチ。さあ、この2連勝した後のリーチはだるいぞ。おっと、さあ、ここです。ジービンのテンパイ。さあ、ここでウッピン切りでテンパイ。ワンピン入って。さあ、どうする？押し切るか、ここ。うーりちーよいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うげ、こかった。さあ、スーチービンだろう、今日見たい。スーチー、そうかな。はっ、はっ、うー、ジービン。まあまあ、全然こっちやったらね。はい。青にさい。これは中島さん、打てる方向がね、ラッキーしましたね。はい、さあ、何入でございます。ドラが3層です。おっと、さあ、マスカさん。1,2,3 と、1,2,3、さあ、シャー。ヤンソーとか入っちゃえば一番いいんですけどね。酸素引きでもね、直引きでも全然いいかな。ローソン、一番しょっぱい。有効杯は有効杯ですが。よいしょ。さあ、リャンフーソー入ってね。カンチーソー、カンチーソー入ってリャンフーソー。さあ、意外にあっさりまとまるかと思いきや、ここにチーソー山盛りもりもり。さあ、これでね、ローソシャーになるでしょうと。感じそうよりね、ローソシャー。さあ、ちょっと難しいな。リャンピン切りかな。そうですね。そうですね。一旦丸くしましょう。よいしょ。さあ、これは早い段階でリャンソー引いておきたい。目が湧くば、チーソー引いても全然いいですよと。なったら、テンパイ何でもいいです。場にね、西が放たれる前にもう一枚。リーチ。はい、キャー5層5層フルカットリーチ。さあ、この5層分担をね、はい、おちょーリーソクズもフォーエバー、違うか、それフォーエバー。さあ、はい、うん、羽根ソク、はい、さあ、この羽根ソクはきちいぞ。ナスカさんってホストっぽいね。喋った感じめっちゃいい人ですよ。麻雀めっちゃ好きで、あの、4日の大会とかもいろいろ参加してるらしいですよ。うん、もうすごい麻雀を愛してやまない人ですね。その茶髪ロン毛イコールホストなんかな、やっぱり。いや、前髪長いのとかちゃいます、やっぱりね。あの亀さんも長いですよね。やめろ。もうええて。こんな豚なホストおらん。確かに。おい。お厳しい厳しい。さあ、いいペーコーできちゃいました。おー、いい小さいな、これも。さあ、皆さん今のところ有効杯連打。うん、いい有効杯。おっと、さあ、これも一気に点もないんでね、一気に寄せに行きましたね。さあ、泣いちゃい泣いちゃい。うん、ウーピンが入ってたと。漫画やな、あれ。あ、違うの、親のウーピン下げたな、あれ。うおー、あれ、あの青泣きでね、親のウーピンをしっかり下げていきますと。さあ、ナスカさん仕掛けていきます。
いい仕掛けだ。また三連コブ組。おっと、さあこれも親にかぶせてこられてますね。ウーパーピン。さあリーチがかかる。キャー。このリャンピンはまあまあいい街だ。ここにリャンピンが。まあさすがに。で、ドラーかリャンピン。まあ、あ、そう。休め。青本一といた位置に跳ねまん。はい。さあ、命をつなぎました。さあ、オラスでございます。さあ、10番つも、まあ、跳ねつもで帰りとになります。トリプルつもで、ナスカさん一撃トップと。ドラは運勝でーす。さあ、ダブドラやったらトリプルはワンチャン狙えんこともないけれど、どんな感じかな。岡前さんも男前だし、ホストっぽいねとコメントいただいてます。まあ、昔よ、昔よ。でも、あの、棒読みらしいですよ。いや、今日昔、昔取った絹塚や。ホストは、ホストはもう昔にもうかじったからな。ちょっとだけ面白いじゃないですか。山盛りかじったから。かじったより使ったやな。どっぷり使っとったから。あ、そうなんですか。さあ、ナスカさん、これ、染めて、料理したら結構、ね、いい点にはなりますね。さあ、もう一気にね、寄り切ったらいいんですけど、ね、うわ、これ中島さんも寄るんかな。中島さんは上がりトップなんでね、あんまり無茶詰めはね、しないと思いますけど。さあ、親も、じわりじわりと。さあ、想像の引きが止まってしまった。さあ、これでね、リャンカーも残しつつと。ミスチピニド受けのリャンカーンと。そうリャンカンさあこの白本ありがたい、はい、さあカンリアンピンの転売さあこのねカンリアンピンはね馬強的にはすごい良さそうですけどさあ一旦リャンソーを切ってイスジーピンの二度受けになるかそうですねまあ一旦リャンソーを切りましょう何引くかやなうわリャンパピンさあスーピンを下げられただカンオーピンが下がってきてるからまあありやからカンソーかさあこれでサッパー、キューピングで、イスチビ、さあ、闇、しっかりめの闇。はい、さあ、レオンパピタ、イスチビ。さあね、親弦にね、イスピンオンリーですか。んあ、イスピン。イスピン。イスピンオンリー。あ、おー、わお。わお。出てる。ピンフン、なんちゃう。レオンパーピン対。ピンフン、ゴチョ、ハネマン。わあ、一個高いな。うぅ、さあこれね3連勝阻止しました。元ホストで元 NSC よう知ってるみんな。なんでこの仲間への個人情報漏れ倒してんの意味わからん。よう知ってるみんな。よくご存知で。いやーすごいな。さあさあさあ3連勝はね阻止しましたね。すごいな。面白いな。どうなったやろな。さすがに田原さんトップの中島さん2着のって感じかな。で、ナスカさんが一旦3位かな、はい。さあ、それではね、3位の方から呼んでいきたいと思います。はい、さあ、選手の皆さんが今こちらに向かってきておりますと。次の場決めしてそうですね。さあどの席がいいんかな。田原さんの席かなやっぱり。そんな感じしますけどね。おっとさあトーン引いたぞナスカさんどうする。あ今あの中島さんナスカさんにあのあっちの席いいですよ、ね。あっちって言ってました、ね。勧めてた。一応これ場決めもどうなったか聞こう。さあそれでは早速選手の皆様たちさあナスカさんどうぞどうぞ場所決めの結果どこ行ったんですか。え同じ場所。あじゃ あ中島さんあそこがいいですよ言ってませんでした。なんか指ピャーってなってたんですけど。いやそういう会話なかったですか。そうそうなかったですなかったあれもともと座っとった場合やったんだ。さあ3連勝必要ですね。さすがにちょっとしっくりきてない感じはねしますね今のところ。
さあ後半3連勝必要ですね。田原さん強いな。そんなになんか自分の感覚的には悪くはない。はいはい。ってことは後半ね、嫌な方じゃないし。そうですよね。そうそう、その点差が離れてるのも先に結構他の方がやっぱ強いなっていう感じのリーチ結構早めに打たれたんで、はいはい、まあ、全然ね挽回、まあ、結構その強引な仕掛けの時はそれなりに身にかなってるんで。そうですね、まあ、何よりシャワータンキー上がれたんでもういやもう待ってましたよ、はい、もうさあシャワータンキーするぞみたいなまあまあ、まあ、だいぶね、あのウッパッソとかももう、はい、そうですね、もうさっき掘ってましたからね、もはやウッパッソよりも関連ピン、関連ピン、そうですねあれめっちゃおもろかったっすわ。スムージーピンだけじゃなくもうね、ウッパッソビキミランって関連ピンで二次タンキーがしたいんやわしそうですね、はい、だからでしっかりね2ピン入ってなあ、そうね、シャワータンキーできたっすもんね。いや、でもスチーピンが良かったですけどね。スチーピン入って、スチーピン入って、ピンギリが、まあ、ウーピン出てきますもんね。その漫画思考やったんですけど。そうですね。入れ目ちょっと弱かったですね。そうですね。うますぎたゆえに、一応残したね。もう一品パッと切っといたらみたいな。まあけど、あれ上がれてるか、その前に多分シャーバーに放たれてますからね。そうなったら。おろおろしてる間に。まあまあまあ、まあ、そうですね。なんでまあ、だから、思い描いてるビジョン通りは、はい。いけてますか今のところ。あんまりでもそのもっと泣きたいんですけど、はいはい、泣ける形、そうですね、なんかちょっと形もそうですね、みたいな、はい、その泣かん方がっていう、泣くよりチート嫌いなんですけど、はい、泣くよりチートい固定した方がまあマシやなっていうのが結構多くて、まあ強引にチンスの時だけ転売したり上がれたりするんですけど、まあ、それ毎回なんか数連行含みみたいな、それでも全部低めなんでね、上がったやつのよう上がれたなみたいな、なんで感覚的にはマイナス200いってなければ、そうですね、まだ全然、はい、挽回はできますよ、突破争いができる、はい、後半楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ中島さんどうぞ。最後よっしゃーしてましたね。そうですね、めくり合い引き筋引きだとよっしゃー、まあ、でもリーチちょっといけてないのもまあまあ、ね、あかんかな思ってますけど、難しいですよね、けど大事にあの3連勝は阻止したいですからね、親芸にちょうどいいピンだったですからね。そうですね、ねえ、でも下手しい、まあほぼないですけどワンチャン取り戻すのもありますからね、かなって思ってます、はい、可能性もなと思ってて、はいはい、ピンズの下は変化したか、はい、まあ、スライド感はあったっすけど、ありました、ね、ただね、そうですね、ドイツ都市もあったっすかね、うもうこう万全の闇みたいな、ほな、いいピン出てくるから、あれってなって、即かよって思いましたけどね、即かよ、即だけ嫌なんですよ、あれね、はいはい、そうですね、リーチかけずに、悔いが、ちょっと悔いが残る感じが、いやけど、めっちゃ面白い戦いですよ、やっぱり、まあ、初、裏のって飛ばなかったのがひどかったですね、あれね、押しすぎですけど、いや、あれはもう、けど、フルポッシュでいいんじゃないですか、いや、ちょっと、もぎりリーチで、本一の可能性がわずかにある感じの川で、どうなんかな、初、もうけど、トーンいったらっていう感じもしますけどね、そう、一番怖い、はい、ね、まあ、順目が、まあまあまあ、急走ってあれ、山いたんですか、いや、1枚打ってたんですよ、そうなんですよ、ファーストバイオンやからね、あれは。はい、そうなんですよ、ほんでバーソバヨンの急走急走、ね、全然ありえたっすからね、ちょうどあの現物しっかりでいけてたっすけど、今日一瞬あったんですよ、その一瞬ありました、だからキッパーみたいな、バー見たらもう台車に短期しか刺さらない、ね、いやそうなんですよ、あれ結構だからちょうどね現物しっかり切れて、おおとで変わる範囲もあれ3層しかなかったっすからね、そうそうそう、全然いい街になってね、けど、押さずにおられんすかね、あれで、急速こぼしてもうたらね、漏れたらやばいっすからね、あれはさすがに。初きついけど、まあ、行っちゃいましたね。はい、しかもね、初短期で待とうにも自分初来てましたからね。そうそうあれなかったらね、急速切り全然なかったですけど、ね。数値層が通ってたら、初止めてるんですけど、はい、一応、両目も、はい、一応、一パターン残ってたから。てな感じで、まあ、ちょっと田原氏に自由にやらせすぎました。伸び伸びと打たせすぎたっていうか。はい、いや、けど見ててめっちゃ面白かったっすよ。けどこれあれですよ、優勝できひんかったら、あの、通りな考えてくださいね、ちゃんと。あ、それはやってないですね。それは準決勝。あ、なるほど、なるほど。いやけど素晴らしい前半戦、はい。さあ、後半の追い上げも楽しみにします、はい。はい、頑張ります。後半も頑張ってください。頑張ります。さあ、それでは、田原さん、どうぞ。はい、はい、はい、はい。いやー、すごいですね。もう、伸び伸びとね。
もう、まさにその辺の雀荘でやってる感じで。もうそんな感じ。あれけど、青短期の時、はい、いやめっちゃ押してくるやんけって思ってたでしょ。まあまあ、やけど、もう一番切っとるからね。はい。むちゃくちゃくるやんみたいな。あれ嫌っすよね。そうやね。まあまあ、曲げんかった方が確実なんやけどね。まあ、裏乗ったらもう終了やからね、親がね。そうだからもう、うん、あれ、ね、乗らんかったっすもんね。そうやね。なんか乗りそうな感じむっちゃしてたんですけどね。あれ乗らんときも、こじれるもんね。そうなんですよ。ね、ああいうね。まあまあ。どんどん、めっちゃ面白かったですね。はい、どんどんどん。だね、あの、先生打たれへんくなって、この追われる側になった時に、受けになった時って、もう大選択難しいですよね。難しいですね。もうね、どうせならもうこのままずっと先生で、おら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 、KO のまじゃん。そうそうそう。引き以外の何がいいねんみたいな感じ。めっちゃ強い感じ。あれが一番憧れますからね。やっぱそこやもんね。そう、うん、この腕とか上手いとかいらんすやっぱり。そうやね。もう強いっていうのが強いです。雰囲気ね。はい。張ってないから張っとるから。雰囲気マージャンで。張ってそうな顔してる。そうそうそう。ええ顔するから。いやけど面白いですね。はい、さあけどね、はい、全然油断せんといてください、ね。はい。全然送られますんで。わかりました。はい。はい。じゃあ後半も頑張ってください。頑張ってください。さあ、それでは10分、今何時かな、9時、はい、今9時10分です。まあ5分、そうですね、5分後におしっこ休憩、おトイレ休憩、はい、お手洗い休憩5分取りますので、5分後にまた再開しますので、よろしくお願いします。クライマックスですよ。